こんにちは、ハイズラボです。今回は、デルのノートパソコン、ボストロ153546です。起動が遅く、動作も悪くなってしまったので、SSD 交換と Windows 10クリーンインストールをしようと思います。それでは作業に入ります。パソコン底面のバッテリーを外します。プラスドライバーでカバーのネジを一箇所外します。爪を折らないようにヘラなどを使いカバーを外します。プラスドライバーでハードディスクマウンタのネジを3箇所外します。マウンタの黒いテープ部分を持ち上げ、手前に引っ張ると、ハードディスクがコネクタから抜けて、外れます。マウンタの黒いテープ部分を、ハードディスク本体から、剥がします。今回使用する SSD は、こちら。シリコンパワー S56 SSD 240GB。 逆の手順でマウンタの黒いテープ部分を SSD 本体に貼ります。貼る位置を間違えないように注意してください。パソコン本体へ取り付ける前に、プラスドライバーでネジを2箇所締めます。SSD を本体にセットし、押し込むようにコネクタに挿します。プラスドライバーでネジを1箇所締めます。カバーをします。プラスドライバーでネジを1箇所締めます。バッテリーを取り付けます。これで完了です。次に Windows 10クリーンインストールに進みましょう。別のパソコンでインストールメディア USB を作成してください。インストールメディアの作り方は過去の動画をご覧ください。コメント欄に作成動画のリンクを載せてあります。作成したインストールメディアの USB メモリを挿します。電源を入れます。Windows 10のセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し、次へ進みます。今
すぐインストールをクリックします。Windows のプロダクトキーを入力し、次へをクリックします。ライセンス条項が表示されるので、同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるので、カスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、対象のパーティションを選択し、次へ進みます。この時、必要に応じて、ドライブのフォーマットや新規パーティション作成などをしてください。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、10秒後に再起動となるので、それまでにインストールメディアの USB を取り外します。住まいの地域を選択し、はいをクリックします。キーボードレイアウトは、はいをクリック。キーボードレイアウト追加は、スキップをクリックします。ネットワーク接続の画面になります。この時、ネットワークに接続すると、マイクロソフトアカウントのログイン、または、新規作成が必須となってしまうので、画面、左下にある、インターネットに接続していませんをクリックします。制限された設定で続行するをクリックします。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをクリックします。以降は表示内容を確認し、次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるので、しばらく待ちます。Windows 10が無事起動。クリスタルディスクマークで速度を測定してみましょう。ハードディスク搭載時の計測結果と比べると、SSD 搭載時は見るからに速くなっています。まさに爆速です。デル、ボストロ15シリーズは、ハードディスクやメモリまでのアクセスがとても簡単。なので、ハードディスクから SSD 交換はとっても簡単なので、古くなったボストロ15の延命に効果的です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。